だけ教科多すぎ問題に終止符を。はい、どうもニヤニーです。本日はニヤニーのワットをやっていきたいなと思います。今週もたくさんのコメントありがとうございます。最近コメント数もかなり多く、このニヤニーのワットにいただくコメントのピックアップができていなかったということもあって、このコーナーは今までその週の動画に寄せられたコメントから厳選していたわけなんですけれども、今後はねちょっと過去の動画にも鋭いコメントをいただいてたりするケースがあるので、過去の動画からも選んで今週の動画にこだわらず過去の動画からもピックアップしていきたいなと思っております。今日の動画はとりあえず今週アップしました動画にいただいたコメントをピックアップしております。今日はどちらかというと皆様の考察というより皆さんのコメントに対しての個人的見解をぶつける形が多いかなというふうに思います。それでは早速いきましょう。ニヤニヤチャンネル。サウザー 1000% さんからのコメント。空気階段のマネージャーがバイスタンプ2つ使ってましたけど、ジョジョのスタンドと違って悪魔は1人1体じゃないんですね。これね、確かにそうですよね。1人で2個のスタンプを同時利用、これはコメントでもねたくさん来ると思ってたのであえて触れなかった部分でもあるんですけど、しっかりこの2個使いに関して皆さん気になっていたようですね。確かに気にはなりますけども、悪魔は複数いるということは結構早い段階から描かれてたんちゃうかなというふうに思うんですよね。というのがですね、一番古いと思われるのが3話のラストで綾華にアギレラが「あなたまだ悪魔埋めそうね」と言ってるんですよね。この悪魔複数いるように思わせる発言、確かに4話で綾華はですね作中初のフェーズ2になるわけなんですけど、もともと綾華はゴリラデッドマンを生んでいてフェーズ2になったのもゴリラデッドマンだったわけじゃないですか。この時点で倒したはずのゴリラデッドマンが再度フェーズ2としてまた綾華が悪魔を生んだと思ってたんですけども、5話以降も同じ人から同じスタンプを使って何度も悪魔を生んでる描写が結構あったと思うんですけども、しばらくしてあのアギレラの発言ってそんなに綾華が特別感はなかったし、何やったんやろなというふうに思ってたことがあったんですよね。で今回のこの23話を見て、もしかしたら綾華には悪魔を2体出す素質というか精神力と言ったらいいんかな、恨みであったり妬みの負の感情といえばいいんでしょうかね、があったんじゃないかなというふうに思ったんですよね。でその後の14話だと思うんですけども、工藤が作中初の2体目のデッドマンを生み出したわけなんですけれども、これはもともと使っていたカンガルーバイスタンプが没収されてたから新たにサーベルタイガーのバイスタンプを使ったんやと思うんですけど、ここで初めて悪魔2体持ちが描かれたわけなんですけど、そもそも誰もね人間1人に悪魔が1人とは言っていないと思うんですよね。僕ら視聴者の思い込みなだけやったように思うんですよね。富永からバイスタンプを回収する大事を見ても、特に2個のバイスタンプを1人が使っていたことに驚いていた素振りもなかったので、今まで描かれていなかっただけですでに2個使っていた人は何人かいたのかもしれないですよね。特殊能力って大体1人につき1つまでっていうね、いろんな作品見てきて、思い込んじゃったのかもしれないですね、僕ら視聴者は。ワンピースで見ても基本的には悪魔の実というのは1人に1つ。例外として黒ひげがいるんですけども、コメントでもいただいたようにジョジョちょっと分かんないんですけど、ジョジョもそうなんですかね、スタンドは1人に対して1体で、そしてこれもちょっと詳しくないんですけどヒロアカもそんな感じですよね。特殊な人は除いて、個性は1人につき1個。轟くんは、炎と氷を使うわけなんですけど、あれは半冷半熱という一つの個性ですよね。個性を奪うやつとかもいたように思うんですけれども、そんな感じで先入観があったのかもしれないですね。というかそう思わされてた可能性が非常に高いと思います。悪魔は1人につき1体じゃないよってことで3話でそれを匂わせてきて、14話で別々ではあるけども2体目の悪魔を出して、で今回の23話で2体の悪魔を同時使用してきた感じで徐々にその実態を見せてきてるようにも感じました。デッドマンってそもそも誰でもかんでもスタンプを押せば出てくるってわけでもないんですよね。これフリオが言ってたんですけども、デッドマンを生み出せるのはごくわずかな人だけっていう設定があるんですけども、デッドマンを埋める人ね、岐阜ジュニアしか産めない人の違いってまず何なんやろなっていうふうに思いました。ただの当たり外れのくじ引きのような運的な要素なのか、遺伝子の問題なのか、人間の負の感情が影響しているのか、これ皆さん一回考えてみましょう。デッドマンを生み出す条件って何やと思いますか？続きましてこちらのコメントです。三葉葵誠さん、ところで岐阜スタンプって「五十嵐」って読めません？まあ見方によっては50州とも読めるので単にデザイン上の遊びだとは思いますが、というふうにコメントを頂いてるんですけど、これちょっとね、何のこと言ってんのかなと思って、でスタンプの形状のことなのか、この何ていうの、押されるスタンプの部分のことを言っているのかなんですけど、これちょっとね僕、このスタンプの部分は押印されるから反転はしてるんですけど、反転させるとこんな感じなんですけども、これおそらくね岐阜って書いてるだけやと思うんですよね。ここ僕はちょっとねどう見てもこう五十嵐とか50州っていう風には見えなかったんですけども、誠さんこれよかったらどの部分が五十嵐に見える、50州に見えるのかぜひ教えてください。では次いきます。で続きまして、タロリジロリさんからのコメント。ウィークエンドの狩崎は映画に出てきた50年後のジョージ狩崎が精神体のみタイムリープしてアバターに宿った姿。仮面ライダーセンチュリーの2人で1人のライダーになるシステムを作ったのは50年後のジョージ狩崎。今の1期とバイスの状態はセンチュリーのライダーシステムの変身条件に近い状態。1期とバイスは一度立場が逆転してさらにリバイスすることでセンチュリーのように融合合体する変身をし、完全体仮面ライダーリバイスとなる。最終的にはセンチュリーのように親子合体融合、元太プラスギフと1期プラスバイスの変身が最強フォームとなると思う。映画は初見ではテレビのストーリーとほぼ関係ないと思っていましたが、ネタバレやフラグがたくさんある作品でした。あと現代のジョージはすでに未来のジョージとコンタクト済みだと思う。これまた新しい説が出てきましたね。リオジェネ見ていない人はネタバレが含みますので注意してください。リオジェネでは2021年から精神だけ2071年に行ってたから、その逆で2071年のジジカリちゃんの精神だけが今現在の2022年に来てるってことですよね。これねいいですよね。未来にも行けるなら過去にも行けるだろうと僕はもうその映画見てても思ってたんですけれども、実際に未来で作られたネオバッタはジョージが先取りしていることもあるので、ジジカリちゃんとジョージは直接的な接触はなかったとしてもネオバッタを作る過程でのデータ上で接触している可能性は十分ありそうですよね。でコメントにも書かれているようにセンチュリーのライダーシステムとローリングバイスタンプは確かにちょっと似てますよね。センチュリーは最初息子の秀夫の意思を無視して、変身して暴走体のような感じになってたんですけども、それが今のねジャック・リバイスとして考えて、変身者2人の意思が合わさって変身すると完全体みたいになったんですよね、このセンチュリーっていうのは。なのでジャック・リバイスの攻略の鍵は一騎とバイスの意思思いが同じ方向に向いた時に完全体仮面ライダーリバイスになる。これめちゃくちゃありそうじゃないですか。そして最終的には親子合体、これいいですよね。僕は以前の動画で、3兄弟合体と予想したんですけども、親子合体としてもかなり熱い展開になりそうですね。3話の立ち退きの話をしている時も1期はあの人は関係ないからというふうに言ってて、父は頼りないとか何かしら嫌気はさしてると思うので、なぜ元太はあんな感じになっているのか、なぜ困難になってしまったのかというのが明らかになった時に、一輝と元太の中のわだかまりがなくなって合体変身とか来たらこれ激アツですよね。いやこの説めちゃくちゃ面白いです。いいね。では次行きましょう。三好さんからのコメント。今日のリバイスで僕が一番思ったのは、怪人にも見えるバイスがボーリングや太鼓の達人を楽しくやるのはいいけど、なんで一般人が何人もいる中でやってて騒ぎにならないのかが不思議でしゃあないです。これね、この方のコメントに対するコメントがねこちら5件寄せられてるんですけども、みんなね確かにとかっていう感じでなってるんですけども、これに対する考察も始まってたりしてて見てて面白かったんですよね。これはね僕は世間が慣れたというふうに思ってます。多分ねこのリバイスの世界の人たちってすごい慣れるのがね早いと思うんですよ。バイスのボーリングとかの前に22話を見ていただけたらと思うんですけれども、アギレラが普通にアギレラの衣装のまま街にいるんですよね。1話では、全国ネットかはちょっとわからないんですけどもテレビ放送されてたわけですよね、大暴れしてる、映像が。でこの後大注目されたとは思うんですよ、大事件としてね。で普通に街にアギレラが出ているということはもうリバイスの世界の住人は悪魔に慣れてるんやと思います。なので直接的な攻撃をされない限りはこのねリバイスの世界の人たちは動じないんやと思います。なのでバイスがボーリングしていようが太鼓の達人をしていようが周りの人は全く気にしない環境になっていると思ってていいんじゃないですかね。ここはねそんなに考察要素であったりとか深読みする必要はないかなと思ってます。前回じゃあも見ても、1話の時に機械ノイドたちが、機械世界で何だっけ、機械トピアからこう人間世界に来てうわーって騒動になってたんですけども、その後こう数週間数ヶ月が経った後の映像を見るともうね人間と機械ノイドたちって、共存してるんですよね。なのでこういう世界ではそういう順応する力が通常の世界より早いんやと思います。はい、では次行きましょう。タカニャーさんからのコメント。あれ、この方名前変わりました？なんかアイコンが似てるだけかもしれないんですけど、はい、読んでいきます。リバイスの強化はもういいから早く大地やさくらの強化フォームを出してあげてほしいですね。今回の戦いでリバイスがいないと大して戦えないのかなと感じました。というか、なんでリバイスばっか強化されるんですかね。こんな立て続けに強化される作品あまりないですよねのコメントに対して、田中太郎さんのコメント、主人公に強化が集中するパターンは外務やドライブも、だった気がする。このパターンは正直嫌だ。これね、同じように思ってる人絶対多いですよね。僕も正直一瞬思いました。でも、今回は特に圧倒的にリバイスのフォームチェンジもそうなんですけども強化多いように感じますよね。例えば10種類のゲノムチェンジであったり、バリットレックス、ボルケーノ、ジャック・リバイス、ライブはまだジャッカルゲノムのフォームチェンジぐらいしかないっていう感じで、不公平感は確かにめちゃくちゃあるんですけども、これってリバイスがリバイとバイスで1人で2人で、エビルとライブが1人で2人やからそう感じるだけかなっていう気もするんですよね。例えばです、バリットレックスはリバイの強化フォームで、ボルケーノはリバイとバイスの強化フォーム、ジャック・リバイスはバイスの強化フォームで、仮面ライダーライブはエビルの強化フォームで、仮面ライダーエビルはライブの強化フォームというふうに考えたら、無理やり感は多少あるんですけれども不公平感ちょっと和らぎません？リバイスだけで見ると強化はまだ2回で、バイスだけで見てもまだ2回なんですよね。でライブもエビルも強化は1回っていう感じで、というね解釈を僕はしています。ということで今回はこれで以上です。今後もたくさんのコメントをお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほら、本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか？ああ、そうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価をしていない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。